はい、スパチャンネルです。今日もねリバース1999やっていきたいと思います。ですね、今日やっていく内容はですね、このキャラジェイミーですね、ついにね洞察3にしました。はい、これね、まあ今回トゥースフェアリーのガチャに入ってるわけなんですけど、まあトゥースフェアリーがね非常にフォーカス当たってると思うんですけど、このジェイミーもですね星5キャラなんですが、アタッカー瞬間火力と書いてあるようにですね、めちゃくちゃ火力ね出せる、類の星5アタッカーですね。まあただコーンブルメほどではないです、初めから言っとくとね、コーンブルメほどではないんだけど、まあ瞬間火力とね書いてあるくらいやはり弱くはないので、今回ちょっとねご紹介したいと思います。特に無課金の方とかで、まあトゥースフェアリー回したけど取れなくてジェイミーだけ来ちゃったんだけど、育てようかなと悩んでる人だったり、まあ見た目結構、好きっていう人もいるかもしれませんので、まあそういった方ね、ぜひ参考にしていただければいいかなと思います。でまず、このキャラねクリティカルに特化してるんですけど、まず洞察から見ていきましょうか。洞察1でアルティメットの発動後2ターンの間、自身のクリティカル率とクリティカルダメージが 20% アップ。洞察2バトル開始時クリティカルダメージが 15% アップ。洞察3アルティメット発動後追加で自身のクリティカル率とクリティカルダメージが 10% アップするというふうに書いてありまして、トゥースフェアリーってクリティカル耐性率を下げることによってクリティカル率を上げるというのが仕事なんですけど、ジェイミーはですね自分のクリティカル率を上げるんですけど、それだけじゃなくてクリティカルダメージも上げます。この洞察3まで行くことによって、まずバトル開始時にクリダメが 15% アップで、アルティメットを打つと2ターンの間 30% ずつかな、クリ率とクリティカルダメージが 30% ずつ上がるので、洞察3の時点でアルティメットを発動した後にクリティカルダメージっていうのが、45% ですね。クリティカルダメージですよ。ここがまず、えぐいんですよ。でこちらの、アルティメットね、これ見ると範囲攻撃で敵全員に 250% なのでちょっと低めではあるんですけど、まあ星5だから低いっていうのもあると思うんですが、この攻撃時のクリティカル率が 30% アップするということで、そもそもアルティメットがクリティカルを出しやすいんですよね。なので自身のクリティカルダメージを増やせるという作用があるので、アルティメットのクリティカル率が、出やすい、さらにクリティカルダメージが上がるということで瞬間火力が出るキャラとなっております。でさらにですね、このスペル見ていただくと、まあ、単体攻撃です。 160%、240%、400% と上がっていくんですけど、この時にですねクリティカル率とクリティカルダメージがなぜか 25% アップしてしまうということで、アルティメットじゃなくて通常のスペル1のランク1の時点から、その攻撃のクリティカル発生と、クリティカルダメージが上昇しているということなので、クリティカルを出してダメージが入りやすいと。でスペル2になってくると、これも単体攻撃なんですが、ここね、トゥースフェアリーと同じで朦朧の付与ができます。ただこれはねランク2からなんですけれども、1ターンの間対象に朦朧を1スタックですね、これはクリティカル耐性率がマイナス 25%、ということになりますので、非常にですね、クリティカル率、クリティカルダメージともに、上がる、そんなキャラになってます。まあ自分自身でも朦朧も付与できるので一人で完結しているとも言えるんですけど、まあトゥースフェアリーと組ませることによってよりね、強くなるということは想像がつくと思います。でこの個人ステータスちょっと見ていただくと、今ね洞察さんのレベル20、共鳴がレベル8の時点ですね。で真相に関しては娯楽市場のレベル60を載せているんですけど、基礎ステータスでもクリティカル率は 15.4%、 クリティカルダメージが 153% ということで、このクリティカルテクニックかな、この両者を加味した数値を見ても高い方という形になってますので、とにかくクリティカルを打って高いクリティカルダメージを与えるっていうのが、このキャラの仕事になっているというふうに思います。で真相に関してはですね、まあ自分が育ってるのが娯楽市場とホップスコッチと美しい世界、新世界がレベル60なので、
まあこの3つはね、そもそもアルティメットの威力を上げたりスペルの威力を上げたりっていうことで、まあ火力は上がるんですけど、クリティカルっていう文字はないんですよね。だからまあ万雷の拍手が本当はいいのかもしれないんですけど、今のところレベル1なんで使えないということと、万雷の拍手はクリティカル率を上げるので、トゥースフェアリーとジェイミーを組ませた時点でもクリティカルの発生っていうのはかなり保証されるということになると、万雷の拍手でクリティカル率を盛るってことはちょっとね溢れちゃう可能性があるので、あんまり今一つかなと。あとはもうこの増幅の方も、これクリティカルダメージがね 16% アップというふうに書いてあって、クリダメが上がるんでいいんですけど、単体攻撃でクリティカル発生時なので、ジェイミーの場合はアルティメットが範囲攻撃なので、ちょっとそこがね合わないので、万雷の拍手は今一丁かなというふうに思ってます。で星5なんですけど、この明日も同じは、最初のこの上のねステータスでクリティカルダメージが上がりますので、これは意外にジェイミーと相性いいのかなというふうに思ってます。ただ星5で今のところレベル40なので、この攻撃力とかね見ると168だし、この娯楽市場とかの方が攻撃力も高いので、トータルで見ると火力が増やしやすいのかなということで、今回はねちょっと真相は娯楽市場を使ってちょっと実戦の方をね見せていきたいかなと思います。で今回やっていくのはですね、この、レイクミドルの17ステージのハードでやっていくので、まだストーリーをねクリアしていない方っていうのはネタバレになる可能性があるので、ちょっとここで退出をお願いします。とりあえずメンツとしてはジェイミーとトゥースフェアリー、そしてあんまり星6とか入れちゃうとちょっと比べるのがかわいそうなので、パミエを入れてみました。これで行ってみましょうか。まあどんなもんかですよね。とりあえず、まずね、クリティカルが出やすいっていうところをちょっと見せたいので、とりあえずトゥースフェアリーのデバフモールを入れて、この単体のねスペルでどれぐらい出るかちょっと見てみましょうか。クリティカルがどんだけ出るか。はい、モーローが入りまして、はい、クリティカルで3600、これもクリティカルで、はい、4000なので、まあまあ出ますよね。星5で単体で3000-4000ってことは悪くはないんじゃないかなと思います。じゃあどうしましょうか。パミエにも攻撃してもらって、とりあえずこうしてみようか。こうしてこうしてね、今回は出ないね。クリティカルは出なかった。まあそう考えるとやっぱり朦朧を付与しとくっていうのは結構重要なことかなということが分かりますよね。クリティカル耐性率を 25% ですけどね、下げるということで、この敵のね本当はクリティカル耐性率っていうのは分かればいいんですけど、それは分かんない。クリティカルテクニックは B っていう曖昧な数値しか分からない。まあ行きましょうか。とりあえずこっから、とりあえずデバフねつけたいんで、さあ来ましたけど、デバフ振っちゃおうか。振った状態でパミエとこれでどうか見てみましょうか。朦朧がついて耐性率、クリティカル耐性が、あ、これもクリティカル出ましたね、2700。まあこれ相性があるんで高く出てますけど、まあジェイミー火力はまあまあありますね。うん、このスペルのランク2で朦朧が不要になりますよね。だこれも置いといて、アルティメットも置いといて、とりあえずここはこれで倒しちゃおっか。トゥースフェアリーのヒールとパミエのヒールを見てみましょう。うん、まあまあやっぱ火力出ますよね、ジェイミー。だからジェイミーの見た目が良くて持ってる方、他にあんまキャラ持ってないっていう無課金の方いたら育てるのは全然ありかなと思いますね。さあとりあえずこれ倒しちゃってほしいな。まあこれで倒しちゃおうか、パーミエ。はい、回復。はい、パーミエのアルティメットで5500なのでね。さあ来ました、ジェシカ。いやジェシカがかっこいい。さあここで複数出るので、ここでジェイミーのアルティメットを打ちたい。その前にデバフをしっかり、あ、ここで行っちゃうんだ。今のも一応クリティカル出てましたね。さあここでデバフを打って、まああれですね、ジェイミー自体の朦朧でいきましょうか。
でこの時点でもう一回ねトゥースフェアリーのモールを付与すると耐性率がマイナス50になるんですけど、そこまで下げる意味があるかって話なんですよね。まあなのでここは普通に攻撃して、パミエで、攻撃という形にしましょうね。クリティカルは出る。今の単体攻撃で4900でしょ。これ範囲攻撃なんで6000と5800とだからまあまあ入ってますよね。トータルでやったら17000、18000ぐらいだから、そういう意味では全然ありかな。うん、範囲攻撃でねクリティカルが出やすい、クリティカルダメージが高いっていうのは非常にいいところですよね。さあもう一回、じゃあ今度はトゥースフェアリーでデバフ打って、これでやっちゃいましょうか。これでやってこうしましょう。これ落ちちゃうかな。あ、落ちちゃったね。トゥースフェアリーもまあまあ火力出ます。今1900でしたけど、まあそう考えるとねジェイミーはね結構出ますよ。4300でしょ。こっちパーミエ1600だから、まあパーミエね洞察3になってないですけど、まあその辺はあるが、とりあえずこれスペルランク上げてみよう。こうやってね、そしてデバフ打つ。さあこうトゥースフェアリーの回復量も一応見ちゃうと。うん、さあどんだけ出る。単体の5000、まあまあ出る。うん、べらぼうに強いかって言われるとそんなことはないんですけど、うん、まあでも好きな人は全然育てていいんじゃないかなと思いますね。面白いキャラですよね。クリティカルダメージを増やせられるっていうので、そもそもその、自身の洞察でねかなり上げられるようになってるので、そこが非常に面白いのかなと思いますね。ここガンガン攻撃、ガンガン攻撃。いい。さあこっからちょっとシャッフルして、ここで入試が入ってクリティカル耐性とクリダメ15、恩恵が受けてるので、さらに朦朧を付与して、ジェイミーの攻撃2発。さあどんだけ出す。3600か。もうちょいで出てもいいけどね。4000か。うん、さあここででもデバフないね。デバフないからシャッフル、デバフ来た。じゃあこうしてこうしてこうしましょう。これで落ちてくれるか。さあ入る。6000 OK。 まあまあ入りますよね。こんな感じでございますね。まあ決してねめちゃくちゃ強いってわけではないんですけど、うん、なかなかの強キャラかな。うん、クリティカルダメージっていうのは高いということと、自分自身だけでもクリティカル率を漏れるということが非常に強いのかなと思いますね。あとアルティメットが意外に範囲なので単体にはそれほど多くないですけど、敵が多い場合にねクリティカルダメージを全体にばらまけるということで、強みのあるキャラかなというふうに思いますので、ぜひ育てるか検討中の方はですね候補に入れていただけるといいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。